ショナルチーム同士の熱き戦いも舞台は決勝トーナメントに移りました。さあその1回戦、南米有数の都市チリのサンティアゴ、そのサンティアゴ南東部にあるエスタディオモニュメンタルでコロコロでこのゲームは行われます。4万7000の収容人数を誇り、南米大陸でも有力なスタジアムとして知られています。この時間はポルトガル対日本、こちらの一戦をお届けいたします。日本国国歌お聴きいただきます。続いてポルトガル国歌です。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね。やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけないので、そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいということですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんですよね。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにそのコースのバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3 の中盤の3ですよね、ええ、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、ここ機能しないとそのツリーラインということは保てなくなりますから、はい、中盤が大事になってますよね、うん、さあファーストハーフ見ていきましょう。インターナショナルカップ決勝トーナメント1回戦、ポルトガル対日本。まずこう勝負にこだわっていくとちょっとしたこう慌ても出ますからね、うん、そういった中この立ち上がりどれだけコントロールができるかですよね、はい、気持ちは燃えながらも頭の中がクールにいなければいけないというところですよね。その辺のね、心のマネージメントってその辺も必要になりますよね。そうですね。直接狙える位置ですがどうでしょう。フリーキック取ります。ナイスセーブ、キーパーナイスセーブでしたね。こういったところでしっかり止めていけるっていうのは大きいですよね。合いません。これは直接出てしまいました。大きくサイドチェンジ、ヒューム、さあ左へ預けて、ここで前を抜けるか、サイドを使う、スリークロス、ダイレクト、もう一度来た、フズボールになる。いやー、もうギリギリのクリアって感じですよね。大きく縦へ。ポルトガルとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドが積み上げしますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね。ポルトガル奪い返します。主審流します。縦へのボール、
長いボール縦へ、ルーズになる、あと低いボール、チーム全体で非常にうまく攻めますよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターアタックですよね。さあ日本、貴重な先制点を奪いました。やはりトーナメント初戦というのはね、多少硬くなってしまう部分があるんですけどもね、はい、この先制点をきっかけに一気に試合が動き出すかもしれませんね。そうですね。スルーパス、裏へ抜けた、いい展開ですね。足元狙う、直接行ってしまいました。長いボールを送ります。赤い組み立てながら攻め上がっていく。ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。結果前半1対0、日本1点先制して折り返したという前半です。目まぐるしく攻守が変わっていく中でチャンスを見逃しませんでしたね。この後引いて守りきるという方法もありますけど、まだ1点差ですし、守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですよね。勝てば進む、負ければ母国へ帰るという決勝トーナメント初戦です。インターナショナルカップ決勝トーナメント初戦、ポルトガル対日本。日本が前半終わって1対0リードで折り返します。さあ後半スタート、日本 1-0 リードです。青木、本日ワンアシストです。裏へのスルーパス、いいオーバーラップですよ。シュート、追加点決めます。これで2点差。これうまくマークを外しましたよね。そうですね、これはワールドクラスのゴールですよね。これくらいの選手になるとフリーで受けるタイミングっていうのが反射的に体に染み付いてるんですよね。いや見事なゴールでしたね。日本さらに1点を追加し2対0としています。日本としてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。カンセロからベルナルド・シウバー、ウィリアム、さあカウンタースピードを上げたいところ、スペースを狙う、勝負のシーン、フリーで受ける、シュート、ウィリアム、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあカウンターを仕掛けます。さあつながるか、ペペからのスルーパスをカットしました。ペペからクリスティアーノ・ロナウド、
縦へのボール。ポルトガルは先ほどからゴール前中央付近に集中して守備を固めているようにも見えますが、北澤さんいかがですか。そうですね、人数かけてますよね、相手の攻撃をコースに絞ってなるべく選択肢を与えないようにしてますよね。まあ中の人数が増えて数的優位を作りやすいので、スペースはできにくくなる分パワープレーに集中した形になりますよね。なるほど。さあベルナルド・シーバー、北澤シーバー、シーバーが開いたい、残せるか。いやーキーパーよく止めましたね、ナイスセーブでしたよね。これはポルトガルはこれで交代枠を全て使い切りました。さあポルトガル同時に2人の選手が入れ替わります。試合も終盤に入り残り時間もあまりなくなってきました。このまま試合を終えますとトーナメント初戦で姿を消すことになります。ポルトガル抜けてくる、来た、クロス、シュート、点のリード、ダメ押しゴールになるのか。相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染み付いてるんでしょうね。これはワールドクラスのゴールですよね。今日2点目です。さあ日本3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。どうする、プレッシャー、ドルーズボール、プレスからボールがこぼれる、ファールありません。ボールのこのパス、さあ一気にカウンター、抜けてくる、シュートに行くのが、ロングボールを縦に送る、笛です。3対0、インターナショナルカップ決勝トーナメント初戦、ベスト8への道、扉を開けたのは日本。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。日本としては素晴らしい勝利ですよね。初戦はどうしても硬くなりがちなんですけどもね、全くそんな感じはなかったですよね。この調子でいけば優勝も狙えると思いますけどもね。そうですね、緊張を余儀なくされるという展開、今後の展開目が離せません。さあそろそろお別れの時間です。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。インターナショナルカップ決勝トーナメント1回戦、日本初戦をものにしました。